ゆっくり IT 解説。やあ、霊夢何してるの？あと少しでアドビのフラッシュプレイヤー対応のゲームができなくなっちゃうから、最後に懐かしのフラッシュゲーム巡りをしてるんだ。これは、ソクラテス・ジョーンズという哲学を題材にした推理ゲームだよ。逆転裁判にインスパイアされた作品で、本職の哲学研究者が台本に関わっているから、哲学好きの人は、最後に一度プレイしてみてね。ああ、もうフラッシュのゲームはできなくなっちゃうんだよね。一部例外を除くとそうだね。というわけで、今回はアドビフラッシュプレイヤーが終了する経緯と、インターネット上に膨大に公開されてきたフラッシュコンテンツの行方について解説していくよ。新企画だね。ウプ主の本業は、ネットワーク、情報セキュリティ関係だから、そこらへんわかりやすい解説頼むよ。うん。まずアドビフラッシュとは何なのかについて簡単に説明するね。フラッシュが誕生したのは1996年だよ。もともとは、アメリカのソフトウェア会社フューチャーウェーブソフトウェアが開発し、この会社がまずマクロメディア社に買収され、マクロメディアがアドビに買収されたことで、それ以後アドビのソフトウェアとして開発が続けられてきたんだ。20年以上の歴史があるんだね。すごいね。うん。1996年という時期に着目してみると、日本だとちょうど Windows 95ブームの影響や、パソコン通信の普及もあって、一部のクロート向けの世界だったパソコンやインターネットの世界に、一般の人が少しずつ入ってきた時代だったんだ。あの頃のインターネットは、文字情報と画像中心のページが多くて、ユーザーが画面を自由に操作する動的なページはまだ少なかったかな。だから、最初の頃は、フラッシュというと、パソコン雑誌のログインやテックインなどの、付属 CD-ROM の中に入ったアニメファイルを再生するソフトというイメージが強かったね。ウプ主の黒歴史じゃん。知り上がりことぶきさんのギャグ漫画とか、スタパ斎藤さんの激辛商品レビューが懐かしいね。今だと、ヤンキーハムスターとか、ガジェットチャンネル的なコンテンツの走りだね。その後、インターネットの回線速度の向上や、PC 自体の性能が向上したことで、フラッシュの活躍の場は、次第にオンラインに移行していく。フラッシュは、動的なアニメーションや効果音の再生という機能を与えてくれ、当時は難しかったウィンドウのサイズ変更時にも画質を低下させないなどの特徴を持っていた。これらは、当時の文字と静止画を中心にしていたインターネットの世界にとっては、画期的な変化だったんだ。活用例としては、フラッシュアニメや冒頭で紹介したようなゲームなどに始まり、企業広告では、表示するユーザーに合わせて適切な広告を出すバナー広告にも多く使われてきた。また、この動画を見ている様子でも、サービス開始から10年間の2015年1月までは、フラッシュで動いていたんだ。そういう意味では、フラッシュの存在は動画サイトの発展にとってもなくてはならない存在だったんだ。じゃあなんでサービス終了になったの？一番大きいのは、セキュリティ面での弱点の多さ、つまり脆弱性の高さだね。この図の黒線の上はウェブ上のコンテンツ、下はパソコンの内部を意味しているよ。フラッシュの仕組みを簡単に解説すると、パソコンにはまず Windows とか MacOS といった、オペレーティングシステムが入っていて、その上に、Chrome とか、Windows Edge とか、Firefox なんかのウェブブラウザがインストールされている。Adobe Flash Player は、このウェブブラウザに追加で入れるソフト、プラグインソフトなんだけど、これをインストールした状態でフラッシュコンテンツが含まれるウェブサイトを訪れると、コンテンツがフラッシュプレイヤー上で実行される仕組みなんだ。これはブラウザの設定にもよるけど、ウェブページを見ているときに、たまにこういう表示を見たことがある人もいるよね。これ見たことある。自分で実行とか、許可すると実行される感じのボタンだよね。つまり、フラッシュコンテンツは、実際はウェブサーバ側で動作するのではなく、自分のパソコン内のフラッシュプレイヤー上で動作するんだ。このフラッシュの特徴を利用した攻撃の危険性が常につきまとうというのが、フラッシュが廃れるに至った一つの理由だね。フラッシュは、2009年初頭に流行したガンブラー攻撃や、アップデート前のソフトウェアの弱点、つまり、脆弱性を利用した攻撃、ゼロデイ攻撃に常にさらされてきたんだ。これらは主に、ドライブバイダウンロード攻撃と呼ばれている。まず、私たちが悪意のあるフラッシュが仕込まれたサイトにアクセスすると、フラッシュが勝手に、パソコンにコンピュータウイルスなどをダウンロードする。それによって、ユーザーの重要なデータが盗まれたり、壊されたりするんだ。ウプ主の経験上では、フラッシュ自体で大規模な被害を与えたりするのはなかなか難しいんだけど、フラッシュを媒介にして、より強力なウイルスをダウンロードさせたり、他のサイトに誘導させるタイプの攻撃が多いかな。記憶が新しいものだと、一時期仮想通貨のレートが高騰して、仮想通貨マイニングがブームになったけど、アクセスしてきた人のパソコンの CPU などを使って、マイニングを勝手に行う。マイニングウイルスにも、フラッシュは利用されやすかったんだ。
フラッシュアニメを見ただけなのに、ウイルスに感染する危険性があるのは、怖いね。これはフラッシュに限らないけど、一番の対策は、そもそも危ないサイトに行かないこと。OS やソフトウェアのバージョンを常に最新に保ち、ちゃんとしたウイルス対策ソフトをインストールして更新することだね。適切な更新という部分、ここでもフラッシュの弱さが露呈するんだ。OS やブラウザは更新するけど、フラッシュプレイヤーなどのプラグインソフトってちゃんと更新している？気づいたらするかな。ただ、しばらく経ってからアップデートすることが多いかも。そうなんだ。フラッシュプレイヤーは世界中でインストールしているユーザーが多いから、バージョンアップで自分が使いたい一部のフラッシュコンテンツが使えなくなるなどの理由から、古いバージョンを使い続けているユーザーが一定数いると、それだけで被害が大きくなりやすいんだ。こういったフラッシュの欠点を乗り越えようと、マイクロソフト社がシルバーライトに、力を入れたりもしたんだけど、この企画も2021年10月にサービスが終了されることになっている。今後は、サーバー側での処理を強化した HTML の最新バージョン、HTML5 に移行していく流れが加速していくだろうね。そもそも、最初から HTML5 みたいな企画ではダメだったの？HTML5 に準拠したウェブページを実現するには、高速なインターネット回線の普及と、大容量のサーバ環境が安価に利用できる必要がある。そういう意味で、フラッシュは動画や音声を含んだ豊かなインターネットの発展に必要なソフトだったんだ。なるほどね。ところで、一番気になるのは、現在公開されているフラッシュコンテンツなんだけど、これからはもう使えないの？基本的には、使えなくなる。人気のあるフラッシュゲームなどは、HTML5 への移行などを済ませていたりするけど、かなり多くのフラッシュが使えなくなるだろうね。そんな中で、主にフラッシュゲームでは、その保存と公開を目的としたプロジェクトが立ち上がっていたりする。フラッシュポイントというサイトでは、専用ソフトウェアをダウンロードすると、人気ゲームのフラッシュをサービス終了後も利用できる。独自のセキュリティチェックは行われているものの、サービスが終了したフラッシュを使うリスクはあるから、利用するかどうかは自己責任だけどね。どうしても、遊びたい名作ゲームなどはこのサイトで探してみるのも面白いかもね。そして、もう一つはパソコンに、フラッシュファイル自体をダウンロードして、フラッシュ実行ソフトなどで楽しむ方法だけど、こちらはいろいろな理由からおすすめできない。まず、著作権上の問題だね。ダウンロードする場合、作者への事前確認と承諾を得ることは必須になる。そして、フラッシュがサービス終了になったことからもわかるように、セキュリティ上の脆弱性を抱えているため、どんな不具合や損失が起きても自己責任の世界だね。だから、今まで楽しい思い出を残してくれたフラッシュコンテンツに感謝しつつ、今後は、HTML5 対応のコンテンツを楽しんでいくのが一番だろうね。なるほどね。フラッシュの終了は、少し寂しいけど、その分、新しいインターネットの楽しみに期待したいね。今回も動画を見てくれてありがとうございます。初の IT 系技術解説に挑戦してみましたが、いかがだったでしょうか？2020年の投稿はこれで最後になりますが、2021年は、今回の動画のような新企画も増やしていきたい、と思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。